僕のワンダフルジャーニーは2019年のアメリカ合衆国のドラマ映画。監督はゲールマンキューソー、主演はジョシュ・ギャットとデニス・クエードが務めた。本作は W. ブルース・キャメロンが2012年に発表した A ドックズ・ジャーニーを原作としている。また、本作は2017年の映画僕のワンダフルライフの続編でもある。ローケンベリーは 飼い主のイーサンとハンナの夫妻に可愛がられ、幸福な日々を過ごしていた。ベイリーは夫妻の孫娘であるクラリキと遊ぶのが何よりも好きだったが、CJ の母親は犬嫌いであったため、ベイリーのことを疎んじていた。グロリアは CJ の世話をまともにしようとせず、義理の親であるイーサンとハンナとの関係も悪化の一途をたどっていた。最終的に、グロリアは CJ を連れて、 モンゴメリー夫妻の家を出ることになった。孫娘と離れ離れになった夫妻は悲しみに暮れたが、ほどなくして、ベイリーの意に大きな使用が見つかった。ベテランの獣医でも手の施しようがなかったため、ベイリーは安楽死させられることになった。別れ際、イ、e、ーさんはどうか CJ のことを見守ってやってほしいとベイリーに言った。ベイリーは愛する飼い主の願いを聞き入れ、 再度転生の旅を行うことにした。カッコ内は日本語吹き替え2017年6月21日、中国で工業的成功を受けて、僕のワンダフルライフの続編の制作が決まったと報じられた。2018年8月26日、ジョシュギャット、デニス・クエード、ベティ・ギルピンがキャスト入りした。本作の主要撮影は同月中に始まった。 2019年1月29日、本作のオフィシャルトレーラーが公開された。本作は、ジョン・ウィック、パラベラム及び、サイン・ズ・オール・ソー・アスター引き寄せられる二人と同じ週に、封切られ、公開初週末に1000万ドル前後を稼ぎ出すと予想されていたが、実際の数字はそれを下回るものとなった。2019年5月17日、本作は、 全米3267巻で公開され、公開初週末に803万ドルを稼ぎ出し、週末興行収入ランキング初登場4位となった。本作に対する批評家の評価は平凡なものに止まっている。映画批評集積サイトの6点トマトズには58件のレビューがあり、批評家支持率は48%、平均点は10点満点で5.16点となっている。 サイト側による批評家の見解の要約は、僕のワンダフルジャーニーは、感傷的に過ぎる作品である。しかし、飼い主に懸命に尽くす、犬の姿を見れば、車に構えた観客でさえも涙を流してしまうかも、しれない、となっている。また、メトクリティックには15件のレビューがあり、過重平均値は43、100となっている。なお、本作のシネマスコアは、A となっている。 ありがとうございます。